こんにちは、アヒコダンスプロジェクトの小野アヒコです。今日は股関節をほぐして柔らかくするというのをヨガダンスでやっていきたいと思います。エクササイズ的にやっていきたいと思います。今日はこの座ったポジションですね、座位のポジションでが多くなりますので、座ってね、腰がこういうふうに丸くなってしまう方は、私もね、昔こんなすごい丸かったんですけども、無理をしないようにして、ね、こういうタオルがあったらタオルをお尻の下に引く、もしくはヨガブロックがあったね、ヨガブロックかなりですね、本でもいいです。かなり腰がこう高くなって、足の付け根が、ね、楽になりますので、これでね、やってみてください。それでは長座から入っていきますので、両足を前に投げ出して、足拳1個で分です。指先を立てるようにしていきます。それではやっていきましょう、ね、座骨の上に乗るようにして、両手お尻の後ろです、はい、息を吸っておへそを前にぐーっと呼吸を入れます。胸を開いて喉を開いて、吐きながら背中を丸めます。息を吐き切って、はい、もう一度息を吸っておへそを前に、胸を開いてぐーっと喉も開いて、はい、吐いて、はい、今度背中を立てていったら一度前屈入れます。息を吸って両手上に、吐いて、はい、ぐーっとストレッチして、はい、状態戻していきます。はい、もう一度やっていきましょう。息を吸ってぐーっとおへそを前に、はい、吐いて、はい、もう一度息を吸って、吐いて、はい、背中まっすぐにしたら前屈入れます。はい、吐いて、はい、状態戻していきます。両手お尻の後ろに、両足少し緩めていきます。はい、右の膝を曲げていい、ただ外に開いて戻して、足の付け根力抜きます。4回払く、1にね、力抜けてます。抜いて抜いて、反対です。はい、膝立てて、はい、横に開いて戻します。もう一度横に開いて、はい、付け根力抜いて4回早く、1、2、付け根どんどん力抜いていきます。はい、伸ばしていって、ただその両膝を曲げていって、足を軽く組んだら両手を前について四つん這いです、はい、一度猫のポーズ入れていきましょう。息を吐いて背中を丸く、息を吸って背中を反らせるようにして、はい、まっすぐに戻します。はい、そのまま足の指先をついてかかとを立てます。このような感じに足の裏が床と垂直になるようにして、かかとが外に向かないようにしていきます。はい、そのまま足の指先に圧をかけるので、はい、腰を後ろに引くようにして、はい、戻します、はい、もう一度後ろに、ね、足の裏うーっとね伸ばして、はい、戻します、はい、今度はかかとの上に座骨を乗せるようにして上体立てていきましょう、ね、背中をスッと伸ばしてお腹使っていきます。足に 体重がかかりすぎないようにして印を作ります。呼吸をしていったら、はい、そのまま両手をついて犬のポーズです。背中を入れるようにしてぐっとね手を押していきます。はい、そのまま足の方に体重を乗せていきましょう、ね、はい、腰を持ったら息を吸いながら上体が床と平行、吐きながら上体を立てます。はい、ここからですね、両足を肩幅に開いて指先を開きます、
マットの幅くらいね、はい、そのまま膝を緩めていったら両手を前についていきます。腰を落としていきましょう。ちょっと少し前に行きますね。そのまま膝を開いていきますが、お尻が後ろに行っちゃう方は、ね、お尻を前にね、自分で持ってきてみてください。腰ができるだけまっすぐになるようにして、ね、そうすると腰を前に持ってくると膝がねどんどん開いていきます。こういう感じでね、はい、両手を前に、はい、そしたら胸の前で合掌です。はい、背中を立てたら両手前につきます。手の方に少し体重を乗せるようにして膝を、右の膝を下にかかと上げます。かかとと座骨が、ね、つくようにしてずれないようにします。反対も膝を、ね、落とすようにして、はい、早く1、2、3、4、ゆっくり2回です。1、2、3、4、はい、早く1、2、3、4、はい、膝の高さを変える花輪のポーズです。右の膝を下に、かかとの上に乗っていったら下の手ついたままでも構いません。印を作っても構いません。印を作った手のひら下です。そのままこの足、かかとを上げれたら上げていきます。膝が内側に入らないように反対の手、印を作ったら膝の上に置いていきましょう。背中を立てるようにして手のひら、手を見ていきます。バランスとって、はい、戻していきましょう、ね、安泰です。かかとの上に座骨を乗せていって下の手、印を作った手のひら下に、余裕があったら反対の足、かかと上げて上体をまっすぐです。はい、戻していきましょう。 OK です。はい、そしたら今度は横に、ね、膝を横にするようにしてかかと上げます。反対です。はい、もう一度ゆっくり反対に、はい、反対、はい、早く4回、1、2、3、4、はい、ゆっくり2回やっていきましょう。足の裏柔らかく、股関節も柔らかく、4回です。1、2、3、4、はい、右のかかとに乗っていったら膝を横に、この膝も横です。はい、今度は下の手、印を作っていったら手のひら上です。反対の印を作っていったら同じように手のひら上に、後ろに反るようにして、肘が頭の上に来るように、体幹しっかり、はい、戻していきます。反対です。はい、後ろにね反るようにして、はい、戻していきます、ね、はい、両手をついていきましょう。最後にもう一度合掌していきます。かなりね股関節開いてきましたね。はい、両手を前についていったら、はい、そのまま腰を上げていきます、はい、足の指先を中に入れたら四つん這いです。膝下平行にしていきましょう。一度腰を後ろに引いて両手を前に、お休みのポーズ、背中を伸ばします。そのままロールアップしていきましょう、ね、はい、足を腰幅にして正座にしていったら呼吸を整えます。
股関節ほぐれたでしょうか。この花輪のポーズでもかかとを上げたりですね、膝をこう動かすことでまたこの股関節が柔らかくなっていったり、またさらに、ね、お尻が花輪のポーズの時にこうお尻がね、お尻が後ろに行ってしまうと股関節詰まってしまうので、できるだけ、ね、自分でこうお尻を前に持ってくるようにしていくとこう股関節が開いていったりします。ぜひやってみてください。このチャンネルではこのようにヨガダンスや大中ダンス、そしてコンテンポラリーダンス、そして体を鍛えるエクササイズなどもアップしていますので、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。